挨拶ロストインパラダイス、どうも黒です。というわけで本日も始まりました、面白い作品をより面白くするための考察チャンネルのお時間でございます。本日は月曜日ということで、買いましたジャンプ、今回も12時5分から深夜の2時までクラブハウスという音声アプリで視聴者の皆様と考察をしました。その2時間の会議で出た情報とかっていうのも皆様に余すことなくお伝えさせていただきます。そして今年はチャンネル登録者様10万人を目指してますので、まだ未登録の方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。138話全員家、まさかのここで御三家の内容が深掘りされるとはと、揺れ動く日本、そして呪術界、当主が瀕死の重傷を負ったこの家もまたということで、直人が瀕死の状態なんだなっていうことがわかります。直人といえばですね、こちら13巻でダゴンとの戦いで右腕を失って、その後ジョーゴさんの炎を受けて丸焦げになってました。同じくマキさんもね食らってるので、だいぶやばい状態ってことはわかります。ということで今回登場したのが全員直也、まさかの関西弁キャラ登場、そしてこの白髪チック細めと10銀を彷彿とさせると、もう CV は遊佐浩二さんの関西弁で決まりと、めちゃめちゃ話題になってた。そして今回気になったのは特別一級術師というねランクになります。一級術師、準一級術師とかはわかるんですけど、特別って今回出てきた方々ってついてたりもするので、もしかしたら御三家の人たちっていうのは優遇というか、御三家内で地位のなんか問題が起きないようにとかで、もしかしたらこの特別っていうのはついてるのかもしれません。舞ちゃんを心配するも、実際瀕死の状態になってるのはマキと、一応直也にとって実の父親は直人らしいんですけど、直人の心配をする様子は全くない、だから絵に描いたような軽薄に近いような感じですかね。そしてこの直也にとってマキは男を立てられへん、三歩後ろを歩かれへん女は背中刺されて死んだらええと、そういうね全員家の中でも出て行ったり、私が全員家当主になるとか、そういう行動するマキをこの直也はよく思ってないような様子ですよね。その点舞ちゃんは立派やね。マキちゃんと同じ顔、同じ父、強がっとるけど自分が女やと心底理解しとる。直也にとっては自分の立場、地位を分かってるマイちゃんのような感じの方が扱いやすいみたいですね。そして遅いぞということで登場したのが、こちらも特別一級術師の全員奥義、全員仁一、もう全員奥義、白目ないですよね。結構目が黒いなと思って、なんかこれ既視感あるなって昨日から思ってて、さっき読み返してたらですね、13巻の全員当時が拝みバーに降霊されて現れたと思うんですけども、その時白目の部分がもう黒いような状態だったので、ここで感じていた騎士官は降霊術で呼び出された当時でした。そう考えると全員奥義大丈夫かなと思いますよね。降霊されてないよねって思っちゃいましたね。ちょっと今回ですね、やっぱり全員家のこの家系図が難しいという意見がかなり多かったですね。この全員仁一も仁っていう字は当時と共通していることからつながりもありそうと、そして実の父親が峠をさまよってる時にっていう風に直也が言われていることから、直也の実の父親は直人ということがわかります。そしてここでも別にええやろ、俺が混んでも小やんでもっていう風に書かれてるんですが、ここ訂正がありました。俺が混んでもではなく、俺が来てもとなります。訂正してお詫び申し上げますっていう風に書かれてます。次の全員家当主は俺なんやからと、この直也は自分が当主になるみたいなものがあるみたいですね。そして俺の兄さんの方はみんなポンコツやしということから、直也の上には何人かお兄ちゃんがいるということですね。でおじ、弟のあんたもパッとせえへん、その娘は論外っていう風に言ってるので、娘は論外っていうことから、このおじっていうのはこの全員奥義に対して言われてるものかと思います。だから弟のあんたもって奥義が言われてることから、直人の弟が奥義っていう感じですかね。そして仁一くんはなぁと、顔があかんわ、当時くんと逆やったらよかったのになっていうことから、仁一はねやはり字も共通してることから兄弟関係あるような感じですかね。結構どぎついこと言いますねこの直也。そんなこと言われたもんですからザブと殴りかかるも、背後をシュッと行くと、これは術式を使って背後に行ったのか、単純に身体能力が早いだけなのか。そしてさっきはね、実の父親が峠をさまよってる時にごめんちゃいとか言ってたけど、今はねパパが峠をさまよってんねんで堪忍したってやって、もう都合がいいね。そして皆さんお揃いでと現れたのが、妖怪ウォッチに登場してそうな二頭身の悪役顔、頭にソフトクリームを乗せた人物が現れました。そして自分のほぼほぼ顔と同じサイズのガマ口財布みたいなものを持ってきまして、たった今全員家当主全員直人様がお亡くなりになられました。
ました。もう笑ってますからね、直也。そしてこの二等身執事みたいなものがですね、全員直人の遺言状をお預かりしていますと。この特別一級術師の三人、扇、仁一、直也、この三人が揃った時に二等身男が伝えるように言われていたわけですね。ここの伝える部分は犬神家の一族に似てると言われておりました。一つ、全員家27代目当主を全員直也とす。ここはね、直人の息子である直也が当主を継承するという形ですよね。そしてもう一つ、高専の機構及び全員家機構に保管されている儒具を含めた全財産を直也が相続し、全員扇、全員仁一のいずれかの承認を得た上で直也が運用することとす。やっぱり御三家は以前こちら動画にもしたように、呪術界において何かしらの役割を持った一族ではないかと考えております。だからマキさんが呪術界だったり、マイもね、武器を使ったようなね部分もあったりする。プラス以前からも実はこの御三家についてはちょっと書かれてまして、ユウンはパパグロの武器庫呪霊の中に残っていたもので、ゲトウが高専離脱後ここぞという時に使ってました。百鬼夜行カッコゼロ巻で五条が回収しましたが、全員家が所有権を主張、五条パワーで薪に貸し出しています。高専の武器庫と御三家の関係は後々本編でやります、カッコ多分っていう風に書かれていて、今回本編で書かれたっていうことになります。だから全員家は呪具や武器なんかに関わりがある家系かもしれないですね。ただしと、何らかの理由で五条悟が死亡、または意思能力を喪失した場合、伏黒当時との制約上を履行し、伏黒恵を全員家に迎え、同人を全員家当主とし、全財産を譲るものとする。これがね、とんでもないこのね、バチバチを生むような制約になっております。五条悟はね、前回の五箇条でも第2条、五条悟を渋谷事変共同正犯とし、呪術界から永久追放、かつ封印を解く行為も罪と決定するっていう風に出てるということで、まあいわばね、五条悟は死んでるわけではないけど、獄門教に封印されてるので意思能力を喪失してるっていう場合になってるわけですね。だからこそさっきのね、直也を当主とするっていう遺言ではなく、こっちになってしまいそうになると。ここですよね。なんで伏黒恵が当主になるのかと。まずこの遺言状が本当に直人の意思だった場合、直人自身も伏黒恵を認めていたということでしょうか。もしくは五条悟が死亡、意思能力を喪失するなんてことはほぼほぼないに等しいように多分思われていた部分もあるので、そうにはならんだろうということでこれを結んだのかわかりませんが、直人はですね、以前からもこちらの13巻で当時と直人が会ってるような過去回想が描かれます。俺のガキだが、ありゃ完全に持ってる側だ。5、6歳、術式の有無がはっきりしたらお前らにやらんこともない。もちろん金次第だがな。送電の術式なら8、それ以外でも7はもらうっていう風に当時が直人に対して言うんですね。それに対して直人は送電なら10やろうと。だから直人にとって送電の術式を引き継いでるってのは相当な才能だということを認めてるような部分もここで描かれております。だからこそこの制約を OK していたのか。だから何らかの理由で五条悟が死亡、または意思能力を喪失した場合っていうのは別に当時が言うことではないと思うので、捏造されていなければ直人の意思で書かれたものなんじゃないかなと思います。昨日ここは面白い意見もいただきまして、全員家的には全然全員家にいなかった伏黒恵美くんがいきなり当主になったら絶対ね、問題発生するのは確実にわかることじゃないですか。けれども直人は伏黒恵美を当主にしようとしている。全員家内部だったり後ろ盾をして、スクナピーのお気に入りの伏黒恵美を当主にさせたい人物の存在もあるかもしれないと。直也的には自分が当主になるっても思い込んでたと思いますから、ふんどしてるような様子ですよね。恵美くんは今どこで何してるんと。虎杖捜索の任に当たってるそうですと。誰やねんと。例のスクナの器ですと。じゃあ上の人に伝えとき、全員直也がスクナの器殺したるって。恵美くんはスクナの器のとこおるんやろ。二人まとめて殺したると。今東京は1000万の呪霊が放たれすごいことになっている。だから人がいつどこで死んでも別にそんなにこう問題にはならない。ということで、その出来事に乗じて、スクナの器、そして次期全員家当主の名前が挙がってる伏黒、その二人を直也は殺そうとしてるわけですね。そしてここで過去回想。すまないあの時迷った。ここまで事態が進んでしまったのであれば、一度泳がせて様子を見るべきなのではと。気づいたかな？私は君たちの味方というわけではないんだ。ただ世界から呪霊をなくしたいだけのしがない美女佐藤。ちょっとね、つくもさんは中立的な、敵でもなければ味方でもない、どちらかといえば自分のこの目的というか思想を達成したいみたいな中立的な立場なのかなっていうのがここで明かされております。お詫びと言ってはなんだが、あの場にいた子たちは私と私の仲間が責任持って送り届けるよ。おそらくこのあの場にいた子たちっていうのは高専のね、生徒のことを指してるのかなと思ってます。だからお詫びっていう風に言ってるので、このセリフは高専側の人間に対して向けられている言葉なのではないかと。私とかラル仲間たちが責任持って高専の子たちを送り届けるよと。私も言
い加減天元と向き合わないとね。つくもゆきは天元についてやっぱり何かしら知ってるような様子がありますよね。過去編でも天元は今安定しているよっていう風に言ってたので、何かしらの秘密がここもあるかもしれません。そして君はどうすると、このつくもさんのセリフが誰に対して言われているのかと、昨日の会議でもこのつくもさんのセリフは誰に対して言われているものなのかなっていうのは話題になってました。はかりそろそろ戻ってこいと、東京校の3年生とかですよね。停学してる場合じゃねえんだけどぐらいな、東京壊滅するんだけどみたいな、そっちの人たちに言われているんじゃないかともちょっとね話には出てました。そして板取くんがこの座ってる階段っていうのは実際にある場所らしくてですね、それがこちら、これが飯田橋ラムラって言われる場所のホールらしいんですね。ここの13階段に板取が座ってるっていうことでもちょっと話題になってました。でこれは今までいた場所よりもね距離的には結構離れてます。そして長相お兄ちゃんはなんかお兄ちゃん的な振る舞いになっていると、ちょっと前はね殺し合ってて肝臓貫いてた気がするんですが仲良くなってますね。板取の怪我の具合は黒線を食らったとこ以外はまあ平気、多分スクナの影響だ、あいつの力が大きくなってるのを感じる。板取はもうねスクナの指かなり摂取してますから、あいつの力が大きくなってると感じるっていうのは納得ですよね。そしてユージ、俺に気を使うな、高専に戻っていいんだぞ、俺も長相たちの亡骸を回収したいしなっていう風に長相は言ってます。はい、来ましたね。これは以前こちら動画の中で長相のね他の受胎クソーズについても考察しておりまして、この受胎クソーズのモデルは仏教絵画でね現れているクソーズがモデルになっているのではないかって以前からも伝えていて、クソーズっていうのは人間がこうね死んでから腐っていくまでの過程を表していくんですよね。長相、エソー、ケチズ相という風にこう続いていくんですが、最後が長相というね順番になるので名前的にもリンクしていると、やはりこのクソーズがモデルになっているものかと思われます。そしてやはりスクナピーは伏黒を使って何か企んでると、それに俺は人をいっぱい殺した、自分が助けた人間が将来人を殺したらどうすると以前ですね伏黒に言われていた言葉、それをねまんま自分がやってしまったっていうこの構図になっております。でもこれ言ってしまえば逆に今まで虎杖が助けてきた人物っていうのが今後ねマーキングされたりして将来人を殺したらどうするみたいな構図ももしかしたらあるかもしれません。ゲゲならば、虎杖は安八橋で釘崎と一緒に長相エソを殺したけれども、いい、あれは事故だと、エソもケチズも俺の立場なら同じようにしたはずだ、許す許さないじゃない、兄弟とはそういうものだと。お兄ちゃん、いやでもお兄ちゃんすげえいいやつ感出てるんだけど絶対死ぬんだよな。今後の展開的にも、そして伏線的にも長相は死ぬ可能性が高いだろうと、そして行こうと、今とにかく呪霊を減らさないとということで呪霊をね渋谷で借り続ける虎杖につながってくるものかと思います。そしてその虎杖と伏黒を狙う全員直哉、そして虎杖を狙ってるんじゃないかと言われてる乙骨雄太というこのね関係性になってきていると。乙骨くんは今までも言っていたように五条悟が4巻の時点で海外出張に行ってた時に何かしらもうね伝えてあって敵かと思わせつつ味方だと考察はしているので、乙骨くんはおそらく味方だとは思ってるんですが、この関係性的にはねすごい面白い展開になってきましたよね。そして今回ね伏黒くんが全員家に戻って当主になるみたいな可能性も出てきたので、それを踏まえてこのね全員当時の別れ際、このセリフを考えるとすげー深いんだよなって思っちゃいましたね。お前名前はと、伏黒は一瞬ね疑問をこう浮かべるんですが、伏黒という風に答えます。そしてグサッと刺して全員じゃねえのか、よかったなっていうのも今回のことを踏まえてこのセリフ聞くと余計深いですよね。そしてそれも踏まえていくと、こちらゼロ巻、マキが一騎術師と戻って家の連中に吠え面かかしてやんだ、そんでうちから全員家ぶっ潰してやると、マキはそういう思いを抱えてるわけですね。そこで乙骨くんは全員家ぶっ壊そうなんてはははっていう風に冗談交じりで言っていました。このゼロ巻が出た時点では今後の連載は決まってないので、別にこれは伏線とかではないと思うんですが、これを呪術回戦連載するにあたってここで言ってたセリフを実現させようと芥見先生は考えてるならば、ここのね全員家ぶっ壊そうっていう構図も今後落とし込んできてね、腐ったみかんのバーゲンセールのような全員家を乙骨とともにぶっ壊していくみたいな展開もあったらかなり熱いと個人的には思っております。ここはもうぜひ皆様のね思ったこと、感想、考察なんかも下のコメント欄にコメントいただければと思います。というわけで本日の動画いかがだったでしょうか。僕のチャンネルでは面白い作品をより面白く狭く深く追求するチャンネルとなっております。第1章約束のネバーランド、第2章呪術回戦の動画、過去めちゃくちゃ上げておりますので、固定コメントに関連動画載せておきます。というわけで考察が好きな皆様は高評価、コメント、そして僕の動画投稿のモチベーションが上がるチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。考察最高では。